いやー何があったのか、ちょっと足が止まりましたよ ね、風は今左から右に流れていますが、そしてこれで土手の照明が目に入りましたか。もう完全に足が止まってますよね。止まってましたよね。そしてピンチランナーに荻野隆が起用されて、大野ピッチングコーチがマウンドに向かいます。どうなんですかね、荻野選手、まあ久しぶりにこう見れますからね、楽しみなんですけど、この場面がもうどれぐらいの足の、ね、回復状態なのか、ちょっとセットを吸ってますよね。それで場内が大いに沸きます、それでアピールするわけですからね、なんか本当こうワクワクする選手でありますからね、ただね、上がってきたその理由としては、まだ 100% じゃないっていうところでしょ、足に関しては。ただこれがね、どのあたりまで 100% でないというのか分かりませんし、今とは言っても 100% じゃなくて、普通の選手が早いですからね、今そうですね、高橋ヘッドコーチと大塚コーチが、これはおそらくスティーをどういう形にするかということでしょうが、バッターボックスがサブロー、でも先ほどのイニングの、今村投手のクイックモーションのタイムが約1.32から3後半ぐらいだと思うんですよ、だったら走れますよね。このクイックモーションのタイムだったら、ギリギリいけますか。いけます、あとは荻野選手が、本当にその足を怪我する前の状態だったら、間違いなくスタート切ったセーフになるぐらいのタイムですから、今このモーションの方がいいですかね、じゃあそれをやるのかやらないのか。手元の時計は9時43分、一塁へ牽制球、少し今のこの帰り方を見てみると、前に行こうという意識は感じられますが、でも今ので牽制球で一番速いのが見れたと思うんですよね、で一つ1球目でそのクイックモーションというのが大体ですけど見えてるはずなんで、スタートを切るかどうか、スタート切った、キャッチャー2塁送球がセーフ、蘇ってきた荻野隆、その快速、1年ぶりに QBC マリンフィールド、早い、もうちょいですね、最盛期と比べると緊張もあるんでしょうしね、自分がこう前に行きたいんですけど、まだ体が動いてないですね、途中で足がこう、ダフるっていうんですかね、少しこううまく足が運べてないですからね、ここをなんとか抑えてくれというのが丸の心境でしょう。でもやっぱそれでしょう、早いは早いですね、やはり時間質は早いですね。